憧れのグローブを欲しい方は6月までに購入しないと損しますよ。こちらのキャッシュレスのポイント還元があるからなんですよ。それはキャッシュレスのポイント還元っていうのは、お支払い方法を現金ではなくてクレジットカードもしくはスマホ決済をしてもらうとポイントの還元につながってお得に商品が購入できるっていうものです。これが実は6月までの期限になりますので、お求めは6月までにしてもらうとお得にグローブが買えます。山本スポーツの方ではこういったスマホ決済のご利用ができます。で、特に PayPay の 5% の、まあ、ポイント還元と合わせて PayPay で支払ってもらうと、ヤマスポのポイントの方にもポイントが捺印ができて、こちらの方が 4% の還元になるので合わせて 9% の還元になりますので、これお得なお買い求めができるようになります。そうですね、店内の商品が対象になります。湯もみ加工の方も合わせて対象になりますので、ぜひポイント還元をうまく利用してください。注文と決済の方を6月までにしてください。そうするとこのポイントの還元が対応になります。なので注文は6月までと決済も6月まで、まあ、引き取りはちょっと日にちかかってね、7月以降にはなるので、引き取りの時に支払いをしてもこのポイント還元はなりませんので、6月までに注文と決済をキャッシュレスでしてもらうっていうのが条件になります。これちょっと裏技になるんですけど、ヤフーショッピングの方でも山本スポーツでは購入ができます。ソフトバンクユーザー、スマホがで、Y モバイルユーザーの方が PayPay の支払いをしてもらうと、これがマックスで 13% の還元になります。これがさらにですね、5のつく日、6月の5のつく日、5日、15日、25日の時に同じように 13% の還元のお支払い方法をしていただくと、この3日間だけは 4% つくので、最大 17% の還元につながります。送料ね、実はこれもちょっと裏技があるんですけど、それはですね、同じようにスマホの方でソフトバンク Y モバイルのユーザーの方が PayPay で支払いをしてもらって、注文は Yahoo ショッピングでしてもらって、で引き取りを送ってもらうっていうことではなくて、お店の方で店頭で引き取りっていうことも実は可能なんですよ。お店の方で引き取りをしてもらうと、これ送料分がなくなりますので、これもお得にグローブを買えるコツにもなります。お客さん、そうなんですよ、これめちゃくちゃお得なドナイヤの山田モデルが買えることになります。そうですね、そうですね、まあ検討してもらうのもいいんですけど、今ですね、10万円の給付金がありますよね。現金でグローブを購入する方も増えてきます。そうすると店頭にある貴重品なグローブ、限定品のグローブがひょっとすると売れてしまうかもしれませんので、やはりお求めは6月末までと言わず、もうお早めに迫るのをお勧めします。あと
オーダーの方も一緒ですよね。その給付金でオーダーグローブが欲しいっていう方もきっと増えると思うので、そうすると受注が増えてくると工場の方も忙しくなって納期が遅れてくることもあるかもしれません。オーダーの方もお早めにしてもらうの方がいいと思います。はい、ありがとうございます。憧れのグローブを山本スポーツの湯もみ加工でぜひぜひ、欲しい方はこの6月までにキャッシュレスをうまく利用してお得にグローブをお求めください。なお、このキャッシュレスの方法がわからない方は気軽にスタッフの方に声をかけてお問い合わせください。どうぞよろしくお願いします。山本スポーツの YouTube のチャンネルですね、ぜひぜひ登録の方をお願いします。あと合わせていいねボタンもお願いします。それではどうもありがとうございました。